平成27年10月3日と4日の2日間、阿蘇市浪野の道の駅浪野神楽園で第24回神楽フェスティバルが開かれました。阿蘇市浪野には古くから伝統芸能として神楽が伝承されていて、神楽で地域おこしをしようと24年前から神楽フェスティバルが続いています。浪野小学校子ども神楽部の御法令師で幕を開けたフェスティバルでは、午前9時から夕方5時ごろまで休みなく神楽が奉納され、朝早くからカメラを抱えた神楽ファンが大勢訪れていました。今年の神楽フェスティバルには、地元からは小中学校をはじめ、中江岩戸神楽保存会、横堀岩戸神楽保存会、そして大分県から6つの団体が参加し、合わせて23の演目が披露されました。雨の小屋根の御事が岩戸開きを祈って正かきを報じる芝引きの舞では、この正かきを神と観客が引っ張り合う場面も見られ、神と人との運動会とも言われています。また天の締めでは、竹の上から餅などが巻かれ、神様のご利益をいただこうと大きな歓声を上げながら拾っていました。両日とも爽やかな秋晴れに恵まれ、会場には地元特産のそばなどの出店も立ち並び、会場は食欲をそそる香りと熱気に包まれ、およそ2700人の人出でにぎわいました。